はい、どうも、こんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、玉ねぎですね。玉ねぎをですね、ちょっとね、苗をね、購入してきましたので、こちらを使ってですね、ちょっと玉ねぎをですね、育てていきたいなと思います。今日はですね、10月の22日に、ね、なりますけれども、実はね、玉ねぎ10月にね、植え付けてはね、良くないんですね。っていうのはですね、玉ねぎですね、この時期に植え付けてしまいますと、来年ですね、とう立ちと言いまして、なんか種みたいなものがね、できてしまいまして、玉ねぎがね、美味しくなくなってしまいます。硬くなって美味しくなくなってしまいます。そうすると玉ねぎですね、せっかくね、育てていてもですね、はい、残念なね、結果になってしまいます。ただ、今回ですね、このね、トップゴールドというですね、超極早生のタイプですね。こういったものでしたら、10月下旬頃ね、植え付けても、はい、とう立ちすることなくね、育ちます。これはだいたいね、10月まあ下旬から11月上旬にかけて植え付けて、来年の4月ですね、に収穫できるというね、感じのものになりますので、はい、今日はですね、そのね、超極早生のタイプの玉ねぎですね、はい、苗のね、選び方とかね、実際に植え付け方ですね、そういったところですね、ちょっと細かくご説明していきたいと思います。ね、玉ねぎはですね、家庭菜園でね、育てるにあたってはね、とても人気のある野菜だったりしますので、はい、良ければね、皆さんも参考にしてみてください。はい、それでは早速、行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらがですね、玉ねぎのね、苗になります。このね、トップゴールドというですね、品種の玉ねぎですね、ちょっとね、購入してきました。今日ね、ちょっとね、この50本ですね、50本で450円ぐらいでね、売られていまして、こんなね、立派な、はい、玉ねぎになります。根っこもこのようにね、しっかりね、生えていまして、はい、生き生きとですね、この部分ですね、この白い部分が玉になって玉ねぎっていう感じに育っていきます。そしてトップゴールドの特徴としてはですね、こちらはですね、ちょっとね、つるですね、この草がですね、ちょっと長いなっていうね、印象があります。まあ、場合によってはね、カットしてしまってもね、いいんですけれども、僕はね、去年もね、このまま植え付けてうまくね、育ちましたので、今年もこれで育てていきたいなと思います。では、今日はですね、まず、流れとしましては、苗の選び方、そして植え付け方、このね、二つですね、二つに分けてですね、ご説明していきたいと思います。では、まずはですね、苗の選び方ですね、説明していきます。ちょっとね、長くここ持ってると、しなしなになって良くなかったりしますので、これはもうね、取っちゃいますね。そして、こちらちょっとね、代表でこちらの苗ですね、ちょっとね、見てみたいなと思います。これですね、まずは、大きく分けて3つですね。根っこと、あとこの茎の太さと、あとこの茎の長さですね。これをね、ちょっとね、見てみます。これまず根っこですね。根っこはですね、畑にね、植え付けるにあたってあんまり長いとですね、あんまり良くないんですね。っていうのもですね、この長いとこの根っこが上にね、出て、せっかく植え付けても下に行かないでくるくるくるってなって上にね、飛び出てしまうことがあるんですね。なので大体まあそうですね、1センチから2センチぐらいのですね、根っこですね、それぐらいついている根っこをですね、あるものを選ぶといいかなと思います。っていうのが根っこですね。あと根っこをこれ今見ていただくと、ちょっとね、白い感じがね、あると思うんですね。この白いのがちょうどね、健康的な根っこになっています。この根っこがですね、黒かったりすると、茶色っぽくね、なってたりすると、もうね、傷んでいたりとか、老化苗といいまして、うまくね、育ちにくくね、なってしまいますので、白くてですね、とても健康的な根っこですね。そういったものを選んでいただくといいですね。はい。そして次は二つ目ですね。今度はこの茎の太さですね。だいたいこれはですね、太さが7ミリから8ミリぐらいあります。このぐらいの太さがですね、ちょうどいいです。あまり細すぎてしまいますと、ひょろひょろのね、苗になってしまったりとか、あんまり太すぎるとですね、塔がね、立ちやすくなってしまいます。あと、ちっちゃいとですね、寒さにもですね、弱くなって、途中寒さでね、枯れてしまうこともね、あったりするんですね。なので、目安としてはね、このぐらいの、はい、サイズですね、太さですね、このぐらいの根っこのあるものをですね、選んでいただくといいかなと思います。はい、そして次はこの長さですね。長さ、僕の手でですね、手がこれね、20センチになるんですけれども、この長さがだいたい、そうですね、20センチぐらいですね。なのでこのぐらい、なので極端な話してしまいますと、この先っぽはですね、カットしてしまってもいいですね。
こんな感じでカットしてしまって、はい、あとここ根っこ、葉っぱですね、枯れている葉っぱもあったりしますので、この枯れているものもね、ちょっとね、取っちゃいますね。はい。こんな感じですね。それで、苗ですね、選んでいただくといいのかなと思います。はい、どうでしょうか。ね、なので、とてもね、これはいいね、苗になりますので、早速こちらをね、植え付けていきたいなと思います。そして、前回ですね、こちらね、マルチですね、黒マルチを貼っていきました。このね、マルチ貼った動画はですね、こちらの動画からチェックできますので、よければね、参考にしてみてください。はい、すごくね、いい感じになっています。はい、ではですね、早速、こちらですね、こちらに苗をね、植え付けていきたいなと思います。今ですね、このね、苗ね、ご説明しましたけれども、こちらのね、苗をね、植えていきます。そして、ポイントはですね、ここ、この分かれ目がね、あると思います。この部分ですね。この分かれ目より上にですね、ちょっとね、土をかぶせて植え付けてしまうと、ここから草がね、またね、葉っぱがね、どんどんね、出てくるんですね。なので、それをですね、妨げないように、この分岐点よりちょっと下、1、2センチほど下ですね、このぐらいまで植え付けるようにしていくといいですね。なので、こんな感じで持って、この部分ですね、長さで言うとそうですね、4センチぐらいでしょうかね。3センチから4センチぐらい、そのぐらいを目安に植え付けていきます。植え付け方としてはですね、いろいろね、あります。まず、一つ目のやり方としては、穴をね、掘ってしまって植え付ける方法ですね。もしくは、穴掘らないで、そのままね、植え付ける方法ですね。じゃあ、ちょっとそのままやっていきましょう。ここ先端持つと折れてしまいますので、植え付けるときは、この根っこですね、の部分持ちまして、そのまま入れていくんですね、このまま。はい。そして、入れましたら、こうなります。はい、わかりますでしょうか。根っこもね、しっかりね、奥までね、入りました。そして、入りましたら、横の土を持ってきまして、こんな感じでね、入れていきます。そして、ちょっとね、倒れてしまっていますけれども、これね、ほっといてもね、太陽に当たっていけば、しっかりね、根っこが出てきて、成長していきますので、このままでもね、大丈夫です。これでもね、気になるよって方はですね、ちょっと、端っこのね、部分から、こう、土を持ってきまして、このように、はい、埋めていきます。そして、ギュッギュッギュッとね、押さえて、ツルがね、下に行かないようにですね、上を向いてね、育つようにやっていくのもいいですね。あと、ちょっとね、ポイント、注意点としましては、今ね、ここ、こう空洞になってるじゃないですか。マルチ、黒マルチがありまして、しかも、ここの部分ですね、黒マルチがあって、この部分ですね、隙間がね、空いてるんですね。なので、強風が吹いた時に、これがバタバタバタってなってしまって、あまりね、良くなかったり、傷めてね、しまう危険性があるんですね。なので、やはり土ですね、こうやって持ってきて、この、黒マルチと土の境目ですね、こういったものをですね、ちょっとこう、土で持ってきて、境目をなくしてあげます。ちょっと土の塊とか石がありますので、ちょっと砕きながら、はい、やっていきますけれども、こんな感じですね。こんな感じで、境目がですね、ないようにしていきます。こうするだけでしっかりね、育ちやすい環境になります。ちょっと角度を変えて見てみますと、こんな感じですね。はい、全くね、この隙間ですね。こういう感じで隙間がね、あると思うんですけれども、隙間がね、なくなりました。はい、こういう感じでやっていくといいですね。そして今ね、玉ねぎね、分球している部分があると思うんですけれども、分球よりですね、下に、埋まらないようにですね、注意をしながら、はい、やっていきます。分球よりだいたいそうですね、1センチぐらいですね、上にね、上げておいていくといいですね。こんな感じですね。そして今ね、手で持ったやり方をね、しましたけれども、別のやり方としましては、指ですね。指でこのように穴を開けて、はい、あらかじめ穴を開けます。そして、先ほどと同じように、植え付ける部分はね、こんな感じですね。はい、スポッとね、入れていきます。そして、これも端っこから、はい、またね、土を持ってきまして、パラパラパラーっとね、かけていきます。このね、何気ないね、ちょっとした作業になりますけれども、はい。こういったね、感じも全然ね、元気よくね、育ってくれますので、こんな感じでね、やっていくといいかなと思います。いい感じですね。
ではですね、こちらですね、全部ですね、50本ありますので、植え付けていきたいなと思います。はい。僕はですね、ちょっとね、根元の部分持ってギュッとね、押して穴開けないで、今回はちょっとね、植え付けていきたいなと思います。苗をね、優しく扱いながらね、植え付けていきます。そして、一回全部ですね、植え付けまして、その後に土を乗せて、はい、調整していきたいなと思います。ね、土作りをね、しっかりしておかないと、ふかふかなね、いい土になっていますので、これでね、元気よく、はい、育ってくれそうなね、そんな感じがありますね。今回は、玉ねぎはですね、いろんなね、品種があるんですよね。僕がね、ホームセンターですね、行った限りでは、今回ね、ネオアースとかですね、OP キーっていうものとか、そういったね、ものがね、売られています。あとトップゴールドですね、こういったものが売られていまして、最初にね、説明したネオアースとかですね、OP キーは、中性であったり、中盤性といいまして、だいたいそうですね、5月頃ですね、5月から6月頃ですね、収穫できるタイプの玉ねぎになります。なので、若干ね、成長が収穫までですね、こちら、今植え付けているトップゴールドよりはゆっくりなんですよね。なので、5月から6月ですね、収穫ってなりますと、夏野菜なんですよね。夏野菜がだいたい5月頃ですね、ゴールデンウィーク頃植え付けたりしますので、この玉ねぎがね、植え付ける時はね、まだね、収穫じゃなかったりするんですね。なので、超極和性のタイプですね。それだったら4月頃ですね、収穫できますので、はい、夏野菜ですね、この場所でも育てていきたいよって方はですね、超極和性のタイプとか、まあ遅くても和製ですね、和製のタイプ、そういったものをね、選んでいただくといいですね。なので、もう一度おさらいしていきますと、玉ねぎは極和、超極和性があったりとか、和製ですね。和製のタイプがあったりとか、あとは中性のタイプですね。がありまして、あと中盤性のタイプですね。そういったね、玉ねぎがね、あったりしますので、お好みにね、合わせたものですね。選んでいただくといいですね。そして、この超極和性、今ね、植え付けているトップゴールドというね、品種になりますけれども、これはね、保存がね、効かないんですね。ただ、代わりにみずみずしくて、とてもね、美味しい、はい、玉ねぎになっています、玉ねぎになりますので、まあ、収穫して、サラダにしたり、場合によってはね、葉っぱもね、食べれたりして、まあ、ネギみたいな感覚でいただくこともできますので、はい。新鮮なね、玉ねぎを育てていきたいよって方はですね、こういうトップゴールドですね、の品種を選んで植え付けてね、いただくといいかなと思います。そして逆に、中性とか晩性ですね、は保存がね、効くんですね。なので、たくさんね、作ってしまえば、例えば5月から6月ですね、にかけて収穫した玉ねぎも、玉ねぎもですね、保存が効きますので、例えばね、たくさん育ててしまった場合、5月にね、収穫したとしても、来年のね、冬ですね、今の時期とか、来年、極端な言えばね、話だと、来年まで保存ができます。大体僕もね、去年ね、200個ぐらい育てたんですけれども、秋頃ですね、9月頃に玉ねぎ全部食べてしまいましたが、結構ね、持ちましたね。毎日1個ぐらいね、食べてはいましたけれども、たまにね、傷んでるものもあったりしますけれども、ほとんどね、美味しくいただくことができました。なので皆さんももしですね、玉ねぎね、育てていきたいよっていう方はですね、お好みに合わせたね、自分が育てて、こういう風に食べていきたいよっていうね、イメージを持ちながら、はい、育てていただくといいのかなと思います。はい、今ですね、植え付け完了しました。どうでしょうか。はい、全部で50本ありますけれども、ここから数えて、11列ですね。11列できました。なので、横が5なので、55本ですね。約入っていましたね。はい、こんな感じでね、ずらずらずらーとね、はい、玉ねぎですね、均一に植えることができました。そして、残ったね、こちらはですね、別の野菜を育て、玉ねぎですね、育てていきたいと思いますので、境がわかるようにですね、この位置かな。この位置にですね、ちょっと、ピンですね、を刺しておきましょう。
して、こっちからこっちはトップゴールドですよっていうですね、感じで、はい、印をつけておきます。最後に土ですね。土、周りから土を持ってきまして、埋めて固定をしていきます。そしてもしですね、深くね、植えすぎてしまったよっていう方はですね、こう土ですね、かけるときに、ちょっとこう上にギュッとね、引っ張ります。そうすると、この分球の部分ですね、分球の部分と区別がついて、分球の部分まで埋めずに済みますので、ちょっとね、そういう感じで調整をしながらやっていくのもね、一ついいのかなと思います。お水はですね、土の表面が乾いた頃ですね、そのぐらいを目安にお水あげるようにしていくといいかなと思います。あまりね、あげすぎても病気の原因になったりとかしてしまったりするので、はい、適度にですね、乾いた頃ですね、ちょっと土を掘って乾いた頃ですね、そのぐらいを目安にお水ですね、あげていくといいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、はい、見事ね、植え付けることができました。ね、これで、ね、どんどんですね、またね、大きくね、して育てていきたいなと思います。大体今ね、植え付けてしまえばですね、4月頃ですね、収穫できるかなと思います。ただ、この後ですね、ちょっとね、2回ぐらいですね、追肥をしまして、それでね、あと雑草とかですね、そういったね、抜いたりする管理もね、していきたいと思いますので、ちょっとね、今後もですね、どんな風に成長したりね、管理していくんだろうなっていうのもですね、チャンネル登録と通知ボタンを押していただけると、そういった情報もですね、あなたの元に届きますので、よければね、よろしくお願いします。またね、今までですね、玉ねぎ育てた動画ですね、再生リストにしたり、ブログでも一覧で、ね、まとめていますので、そちらも良ければ参考にしてみてください。はい、じゃあ、最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。